はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、ゴム一本で作る、リボン風アレンジをちょっとやってみました。そいです。いや、そいです。はい、じゃあ後ろお願いします。とこんな感じで、まあ、ゴムで一応結んで、で横の髪の毛をちょっとこうロープ状に編んで、で持ってきたんですけど、でそこにこうアレンジスティックを加えてやる簡単なアレンジになってますので、まあ今回もあんまりほぐしを使わず、ちょっとルーズな感じに仕上がってます。ありがとうございます。そんな感じで作ってみましたので、気になる方よかったらやってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず N ドットのバームをつけていきます。毛先と中心のパサつきだったりとかまとまりが出るぐらいまでしっかりとつけていきます。サイドを、まあ、耳後ろですね、下ろしておいて、後ろの髪の毛をだいたい後頭部あたりぐらいでまとめます。で、後ろでゴムを結んでいきます。では顔周りの髪の毛を下ろしていきます。だいたい前髪とサイドのこの間のぐらいの髪を下ろすような感じでやっていきます。で、残りのサイドの髪の毛をだいたいでいいので半分に分けてロープ状に編んでいきます。で、後ろに持ってきてゴムの部分に一回転巻きつけます。で、次にシングルピンで巻きつけた髪の毛を留めておきます。反対側も同様に顔周りの髪の毛を下ろして、残りのサイドの髪の毛をだいたい半分に分けてロープ編みをしていきます。で、また根元の部分に巻きつけて一回転だけさせてシングルピンで留めておきます。次にアレンジスティックを使っていきます。このゴムの部分、ポニーテールのところに上から差し込んで、で、ポニーテールの毛先の部分ですねを取り分けて輪っかの部分に入れて、そのまま下に抜きます。で、通したらシングルピンを外して毛先をギュッとします。そうするともう結構これで取れない状態になってます。で、ここのボリュームを出すためにコームを使います。ボリュームを出したいところにテールを差し込んで、そのままぐーっと引っ張っていきます。で、まあ、毛先を引っ張ったりとかしてこの辺のちょっとルーズ感を少し出してバランスを整えたら完成になります。はい、こんな感じで仕上がりました。ゴム一本でちょっとリボン風のアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。